はい、こんにちは。パーカーションの高見です。今回は、コンガのヘッドの交換のやり方と、ヘッド交換するときに合わせてやっておいた方がいいメンテナンスのやり方について解説していきます。ので、今までやったことがない方や、これから初めてやるよという方は、ぜひ参考にしてみてください。はい、まずは基本的なところからいきますと、じゃん。こちらがコンガのヘッドです。このような形で楽器屋さんとかネットで売られております。でこっちが本画の で、こっちが人工のプラスチックのヘッドです。で、ここヘッド交換、一番重要なことはですね、そのコンガに合った最適なサイズのヘッドを選ぶっていうことです。まあ、めちゃくちゃ当たり前なんですけど、これ結構落とし穴がありまして、コンガとこう一口に言ってもですね、結構種類があるんですね。この断面の直径と、あとこのヘッドを止めているリムの直径がそれぞれ物によって違います。 なので、そのコンガに合ったサイズのヘッドっていうのを選ばないとハマらない。使うことができませんので、まずはお使いのコンガのですね、この画面の直径が何センチ、何インチなのかっていうのを調べて、それに合った最適なヘッドを選ぶ必要があります。はい、参考までに LP のコンガの場合ですね、このリムのところにこの三角のマークがついているものと、いないもの、 があります。で、これ同じ種類のものでも、この付いてる付いてないで微妙にサイズが違うんですね。で、当然この対応するヘッドのサイズ、種類も変わってきますので、これ結構間違いやすい落とし穴なので、えー、持ってるコンガがですね、LP の場合は気をつけてください。はい、では一般的なコンガの画面のサイズ、こちらに書いておきます。だいたいどこのメーカーもコンガと言ったらですね、大中小の3種類を出していることが多いです。 で、それぞれ名前が付いていて、一番小さいものをキント、真ん中をコンガ、一番大きいものをトゥンバドーラ、トゥンバと名前が付いています。で、メーカーによっては、キント用のヘッドとか、トゥンバ用のヘッドっていう言い方をしたりもしますので、まあ、それぞれ名前が違うんだなということぐらいは覚えておいてください。で、これ以外だと例外的に LP のアスパイアーシリーズだったり、 ティンバというですね、昔のコンガのメーカーのものだったり、あとはジュニアコンガというですね、子供用のコンガは直径がすごく小さく作られていますので、まあそれぞれそれに合ったヘッドを選ぶ必要があります。はい、ではコンガに本革のヘッドを貼りたいという場合。まずはお使いのコンガのメーカーを見てください。LP なのか、パールなのか、とかなのかですね。でそれぞれのメーカーが出している純正のヘッドというのがありますので、それを使うのがベストです。 たまに違うメーカーのヘッドでもこうまいことカポッとハマったりすることあるんですけども、このリム周りのですね、加工の仕方がメーカーによって違うので、ハマったとしてもですね、ここが変な隙間がこう生まれちゃったりしますので、まあ、同じメーカーのものを使うのが無難だと思います。ちなみにこういうふうに加工されているヘッドではなくて、もっと元の状態、本当に本側から舐めしてコンガに貼るっていうこともできますので、特殊なサイズのコンガなんかはですね、まあ、そういうふうに 貼る必要がありますのので専門のお店に相談してみてみくださいはい、続きまして、今回に人工のプラヘッドを貼りたいという場合。このプラヘッドを出しているメーカーですね、一応いくつかはあるんですけれども、まあ日本だったらこのレモっていうメーカーのものが一番一般的で手に入りやすいと思います。で例えばこのレモのニュースキンっていうヘッドを今回に貼りたいと思ったんですね。それはもうこのレモさんのホームページを見ていただくと、このヘッドの型番と対応する 今ガの型番っていうのが書いてありますので、それを参照してヘッドを選んでください。はい、では実際に今ガのヘッド交換やっていきましょう。もう交換するだけなら、チューニングキーさえあればできてしまいます。けどまあ、合わせてメンテナンスもやっておいた方がいいので、必要なものを紹介しますと、まずはですね、これ、クレ556みたいな潤滑油ですね。このラグ周りの周りを良くするための油。 で、ま、あ錆止めにもなりますので、こういったものと、あとは金属パーツを、ま、磨くですね、洗剤、マジックリンみたいなものですね。で、あとティッシュと。手が汚れますので、できればゴム手袋みたいなものがあるとベストです。はい、では元々ついているヘッドを外していきましょう。このチューニングラグをですね、ぐるぐると回して、え、限界までやると、このリムとラグが外すことができますので、もう外すときはひたすら、このチューニングラグをくるくるくると回して外していきます。 はい。チューニングキーでひたすら回すと、もう指で回せるぐらいにですね、ゆるゆるになると思いますので、そしたらもう指で回して外しちゃって大丈夫です。ただこれ、古いコンガだとですね、このナットのところとか、金属部分が剥げて、金属片がですね、尖って、指を怪我してしまう可能性がありますので、そこだけ注意してください。はい。外すと、このようにパーツが分解できます。チューニングラグ、ナット、ワッシャーなどですね。で、ラグのこの部分が黒くなっているの分かりますでしょうか これがですね、金属が摩耗して、えー、ついた汚れです。これがあると、もうチューニングが回しづらくなったり、最悪、えー、チューニングラグ固まってですね、動かなくなってしまいますので、後でここ、きれいに掃除して油を刺していきます。はい、で、ラグをすべて外すことができると、このリムが取れて、ヘッドを外すことができます。 はい。外したタイミングで、せっかくなので、このコンガの周りの金属パーツをきれいにクリーニングしていきます、えー。マジックリンを使えばですね、ほとんどの汚れっていうのは落とすことができます。ただ、金属錆びている場合は、その金属に合わせた専用の錆落としなどを使った方がいいと思います。マジックリンをですね、まあ、少しティッシュに吹き付けて、まあ、ただ磨いていくだけで相当きれいになりますよ。 はい、このようにリムも拭き拭き拭きとしていくと、まあ、ピカピカになりますと。はい、続きましてさっき外したチューニングラグの方やっていきましょうえ。要はこのラグとナットを噛み合わせた時に、くるくるくるっとスムーズに回すことができればチューニングがしやすいということになります。なのでこの黒ずんでるところ、これがですね、摩耗したすごく小さな金属片だったりするので、これをすべて取り除いていきます。 で僕の場合は、クレ556のような潤滑油を、これをブシャーとですね、たっぷり拭き付けて、えー、ティッシュで拭き取っていきます。すると、意外にあっさり、えー、落とすことができます。はい、このようにピカピカ、ツルツルになりますと。はい、で、これナットの方ですね。このナットの方にも、えー、細かい金属片が入っていますので、 結構たっぷりめに潤滑油を吹きつけて結構洗い流してあげる感じでやってあげるとはい、このように汚れが落とせますで、きれいにしたもの同士でですね、こうくるくる回るか、えー、試してみてくるくる回れば OK ですで、この汚れが残っているとですね、こう 回して外した時にまた黒ずんだのが出てきちゃいますのでこれ何回か繰り返してこれをすべて落とす必要がありますはいラグとナット以外の金属パーツワッシャーなどはですねマジックリンを使って汚れを落としていきましょう先ほどと同様にティッシュに少量のマジックリンを吹き付けて で、これでですね、ふきふきすれば、もうこれだけで十分汚れ落とせますので、ぜひやってみてください。はい。で、全てのパーツきれにすることができたら、いよいよ新しいヘッドをつけていきましょう。おいいですね、このヘッド。本体にヘッドを乗せたら、その上からリムを乗せます。で、ヘッドがですね、本体に対して少しガタガタ動いてしまうかもしれないんですけども、なるべく、えー、真ん中、どっかに偏らないように。 真ん中にヘッドを置くようにしてください。はい。で、ラグをつけて、ワッシャーをつけて、ナットをつけると。で、指で軽く止めましょう。きつく締める必要はありませんので、とりあえず指で軽く止めます。で、すべてついたら、今一度ですね、マジックリンを使って、この外側をすべてきれいに拭いてあげます。 というのもさっきつけた油、潤滑油が垂れたり、こう、服についてですね、汚れたりするんですね。なので、すべてついた時点で、また、綺麗にします。はい、綺麗になりましたと。ここから先は、以前出した今画のチューニング方法っていうですね、動画と全く内容同じです。まあ、軽く全部指で締めたら、チューニングキーを使って、えー、順番に、同じ分だけ回していきます。 ま、例えば一つのラグを角度30度曲げたら次も30度か。その次も30度。といってこう順番にぐるぐるぐると回していきます。で、時々こう横からですね、このコンガを見てこの画面とこのリムの差の高さがありますよね。 ここをできれば全体的に均一にこうぐーっと伸ばしていきたいので横から見て目測でこの高さ、幅っていうのがですね同じになっているかっていうのを確認しますで極端に短かったり長かったりしないように気をつけてください本顔のヘッドの場合はこう伸ばしていく過程でパキパキパキっていう音が鳴るんですけれどもそれは皮が伸びたら自然に鳴る音なので問題ありません 目標のピッチまで上げることができましたら、まあ、軽くですねこの画面の上をトントンと叩いて伸ばしてあげて、まあ、各ラグの近くを叩いて低いところをちょっとずつ上げていく感じです。 はい、これでヘッド交換完了です。はい、というわけで今回は今後のヘッド交換とメンテナンスについての解説でした。まあ、ヘッド交換自体はですね、ちゃんとしたサイズのものを選ぶことさえできれば何も難しくないと思います。まあ大事なのはメンテナンスですね。特にこのラグ回りをですね、ちゃんとやってないとこのチューニングが回せなくなってしまったり、最悪このネジ山が飛んでラグが飛んでしまうっていうことも。 えー、十分あります。特に備品系ですよね。学校の備品のコンガとか、スタジオとかライブハウスのコンガ。結構悲惨な状態のものあると思いますので、ぜひ、しっかりメンテナンスしてあげてください。はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッションの有益情報やレッスンなどを配信してますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。